農業用ドローンは効率的な散布作業が行える反面、安全確保を最優先に作業を行わないと大きな事故につながりかねません。この動画では農業用ドローンを安全に使用するために知っておいていただきたい内容をご紹介します。それでは1. 作業を始める前の注意点、 2. 安全に散布飛行を行うための注意点、 3. 自動飛行時の注意点、 4. ドローンによる事故、 5. 農薬に関する注意点。以上の順にご説明します。まずは作業を始める前の注意点についてご説明します。散布飛行を行うにあたっては必ず散布記録表を作成してください。散布実施日、実施場所、使用農薬名など、どういった散布作業がどのような条件下で行われたのかが分かる情報を記録します。散布場所周辺の小サイズを記録し、近隣のリスク作物の有無や風速、風向きについてもしっかり記録してください。なお、散布記録表は定められたフォーマットはありません。地域のルールに従って作成・保管し、提出が求められた場合に備えましょう。散布飛行はオペレーターとナビゲーターの最低2名がトランシーバーなどを使い連携して作業を行ってください。また必要に応じて追加で作業補助者を設定してください。ナビゲーターは飛行範囲、散布範囲に第三者が立ち入らないように注意喚起を行い、飛行範囲、散布範囲を見渡せる位置で機体や周囲を常に監視し、オペレーターと連携作業をしてください。散布飛行時はヘルメット、保護メガネ、マスク、長袖の上着、長ズボン、滑りにくい靴を着用しましょう。オペレーターだけでなく、ナビゲーター、作業補助者も同様です。なお、タオルなどを首に巻いての作業はプロペラに巻き込まれる恐れがありますので、絶対にしないでください。農薬の飛散が心配されるような強い風の時は散布飛行を行わないようにしましょう。散布飛行は地上 1.5 メートルで平均風速毎秒3メートル以下の時に行ってください。散布飛行を行う前には日常点検記録簿に従って各項目の点検を行ってください。次に安全に散布飛行を行うための注意点についてご説明します。離着陸及び飛行中はオペレーター、ナビゲーターと機体の間は安全距離として20メートル以上を確保し、オペレーターは風上側に位置してください。またオペレーターは機体の位置と向きや LED の色が視認できる範囲で操作しましょう。なお、高圧線、発電所、変電所付近では電波障害の可能性がありますので飛行しないでください。近くに側溝などがあると操作に集中して転落する危険性がありますので、安定した場所で操作を行ってください。離着陸する地点は建物や柵が近くにない安定した場所を選びましょう。特に建物の近くは使用環境によって GPS の受信が不安定になることがありますので注意してください。圃場の近隣にハウスや建物、線路、立ち木などの障害物がある場合は、障害物に対して平行移動するように飛行しましょう。圃場の上空に電線が通っている場合、電線の下をくぐっての散布は非常に危険です。手間であっても片側ずつ散布しましょう。棚田など段差のある場所で散布飛行を行う場合は、等高線に沿って散布を行い、下から上へと順に移動しましょう。上から散布を行うと、下の圃場を散布する際に上の圃場に滞留している農薬がドローンにかかる恐れがあります。
バッテリー残量が少なくなると送信機から表示と音声で警告が伝えられます。速やかに着陸してバッテリーを交換しましょう。散布飛行で注意しなければならないのが周辺への農薬の飛散防止です。散布しない圃場への飛散防止はもちろん、隣接して駐車場がある場合や家畜小屋など農薬が飛散してはならない場所が近隣にある場合は、慎重な散布飛行が求められます。散布の対象圃場以外への飛散を防止する操縦を心がけましょう。圃場の端に近づく前に減速し、周囲に飛散しないタイミングで散布を停止し、機体が水平の状態で旋回しましょう。また飛散してはならない場所の近くは風が弱くなった時に優先して散布を行うなど、周辺への飛散防止に努めましょう。それでは自動飛行時の注意点についてご説明します。自動飛行を行う場合は特に次の点に注意してください。オペレーターとドローンは安全距離を保ち、周囲に人を近づけないでください。障害物レーダーはあくまでも補助機能です。条件により検知しない場合がありますので注意してください。自動飛行による横移動ターンでは機首の向きが前後反転することがあります。その際に手動操作を行うときは、機首の方向をよく確認し慎重に操作してください。自動空撮測量では離陸後自動で上昇し、上空を非常に速い速度で自動飛行します。高度が高くなると危険エリアが広がります。また飛行速度が速いため、飛行ルートやその周辺に障害物がないことを十分に確認して使用してください。飛行時は絶対にドローンから目を離さず、危険回避など緊急の場合に手動操作が行えるよう、送信機から手を離さないでください。ここでドローンによる事故の事例をご紹介します。ご覧のグラフはこれまでのドローンによる事故を種類別に表したものです。オペレーターが木や電線などに気づかず接触が 40%、 操作ミスにより建物への接触や着陸失敗が 37%、 アームロック不十分による墜落が 12%、 バッテリー切れによる墜落などその他が 11% となっています。特に多いのが電線との接触です。逆光で電線が見えなかったり、電線が山や住宅などの背景と重なって気づかなかったり、ナビゲーターからは見えていてもオペレーターから見えていなかったりする場合があります。こうした事故が起こらないように、オペレーターとナビゲーターは事前に圃場及び障害物などを確認し、飛行ルートの検討、危険箇所の情報共有を図ってください。作業中も常に障害物との距離や位置を伝え合い、連携をとってください。次に 37% を占める建物など障害物との接触事故です。圃場近くの建物に障害物レーダーが働き、一部が散布できないため障害物レーダーをオフにして作業を行った結果、事故につながったケースです。このようなことが起こらないよう飛行ルートを再検討し、常に障害物レーダーをオンにして使用してください。また障害物レーダーは補助機能のため過信せず、障害物がある場合はナビゲーターとオペレーターは障害物との距離や高さなどの詳細な情報を常に伝え合うようにしてください。次は 12% を占めるアームのロック忘れによる事故です。アームを展開しロックの確認が不十分だったため、プロペラが破損、墜落してしまう事故です。ドローンにはアームロックセンサーがありますが、必ずロックを手で確認してください。また飛行前にも
必ずロックを再確認してください。最後は焦りによる操作ミスの事故です。例えば低電圧アラームが鳴ったが飛行を継続し墜落させてしまった。機体の前後を間違えて意図しない方向に動き障害物に接触してしまったなどです。こうしたことが起こらないように使用前はバッテリー残量が十分にあることを確認してください。飛行中はバッテリー残量を常に確認し、アラームが鳴った場合速やかに安全な場所に着陸してください。機体の方向を常に把握し、急な操作は行わず慎重に操作してください。また万が一墜落して火災が起こった際に被害を最小限にするためにも消火器などを準備・携行してください。ドローンによる事故のほとんどはオペレーターの確認不足や操作ミス、ナビゲーターとの連携不足によるヒューマンエラーで発生しています。事故を起こさないためにも都度安全最優先を意識し、余裕を持って操作を行ってください。最後は農薬に関する注意点です。ラベルに記載された希釈倍率、散布量、散布方法に従って使用してください。希釈するときはゴム手袋、保護メガネ、マスクを着用し、希釈用のバケツに規定量の農薬を入れ、水で薄めて希釈棒でかき混ぜます。作りすぎないように必要な量だけ小分けに希釈してください。ドローンによる薬剤散布は安全を守って行えばとても省力化になるとともに、適期散布が行え作物の品質面にも良い効果があります。教習でしっかりと技術を身につけて皆様の営農にお役立てください。久保田の安全宣言3つの約束。1、命と健康を最優先。2、現場確認の再徹底。3、初心忘るべからず。安全高校、法令遵守で安心農業を行いましょう。